はい、はい、何ですか、何ですか、何ですかって。ミッドナイト TV。 最近ね、いろんな弁当が流行ってるんですよ、巷では。おお、幕の内弁当、おお、海苔弁当、おお、唐揚げ弁当、唐揚げ弁当、世の中にはたくさんの弁当がありますね。ありますね。ローソン講座あるじゃん。ローソン講座、俺確かお弁当だよ。何それ。講座弁、講座の支店名。あー、なるほどね。おにぎり支店とか。かわいいね。俺お弁当支店やね。めっちゃうまそうじゃん。作ったってか、いいね。いや違う、あれ生まれ月で決まる。あ、そうなんや。10月はお弁当な。お弁当、1月お餅支店です。お餅。2月、はい、チョコ支店です。ちょ、うわ嫌いなやつやん。で、10月がお弁当支店。なんやねんチョコってね。まあ、2月はバレンタインでしょ。ああ、うわ、そういうこと。1月もじゃあ正月やからやろ。10月ないのお弁当って。行楽シーズンだからやろ。あ、ね、そういうことか。9月のパスタとかな。9月のパスタはね、謎やな。まあ、というわけで、はい、数々のお弁当がある中、うん、すごいお弁当発見したらしいですね。そうなんですよ。え、この間ちょっとそのお弁当の映像を撮ってきたので、まずはそちらをご覧ください。ちなみにあのほうちゃんの普段食ってる弁当とかご飯とかってありました？ここにちょうどもうすぐ食べようかなと思ってたんで。ああ、ちょうどいいですね。じゃあ見えます？ちょっといいですか？そんな別に大したもんじゃないんですけど。タッパーに詰めるんですね。あ、そうですね。なるほど。もう一食分は絶対決めてますね。へえ。じゃないと何が原因か分からないじゃないですか。あ、まあ確かに。なんか体に不具合あった時にね。うんうんうん。あ、そうか、いつもと同じ食事をすることによって。そういうことです。なるほどなるほど。あの、一応さんがカレー食べるみたいなことですよ。ルーティーン作りというか。そういうことです。なるほど。原因はね、分かりやすくするために。なんか言っても、ほんと普段の感じなんで、甘いの食べたくなったらこういうの食べる。なるほど。白米と牛、僕は牛肉の方が好きなんで、肉の中では。普通に結構米食べるんですね。あ、全然食べますね。へえー。これもちょっと米の量抑えてるぐらいで。あ、なるほどなるほど。え、でも結構普通に、まあ僕の場合結構1日ね、3000キロカロリー以上ぐらい取らないと、はいはい、筋肉の量どんどん減っちゃうんですよ。あ、代謝がもうめっちゃ良くなってるっていう。そういうことです。筋肉の量維持できなくなるんですよ。で、野菜はまあ何でもいいんですけど、はい、まあ、意識してるのはあの濃い緑色の野菜ですね、はいはい、玉ねぎとか白菜とかそういうのじゃないってことですね。へえ。玉ねぎとかって意外と野菜の中ではカロリー高いみたいな俺見たんですけど。まあカロリーもありますから栄養素ですね。ああ、そうなの。食事を栄養素としか見てないんで。食事を栄養素やばい。一番で、さらに味が良ければさらにいいみたいな。いくら美味しくても栄養素が高いからもう絶対食べない。もう一食も無駄。こんなんをまあ1日4つぐらい食べて、でオートミールは完食でパパッと食べて、ああ、まあ毎日毎日、まあほとんど1週間中週6日ぐらいこんな感じ。週1だけまあちょっと食べたくなったものを好きなものを食べるっていう。そこはちょっと好きなものを入れたりしてぐらいの感じで。確かにたまには好きなものを食べるの大事ですもんね。うん、やっぱりね、なんだかんだ食事はやっぱ楽しみたい時あるじゃないですか。そうそう、ここら辺はしっかり楽しみつつ、まあこういう食事を入れてみたいな。うん、なるほどなるほど。そう。おー、おー、なんだこれ。ということでね、すごいね。いや、もうさすが、わざわざ直々に、直々にね、開発者から開発部に行ってきました、ね、潜入してきた開発部に。前にも僕ちょっとこうちゃんに弁当の画像見せてもらったことがありまして、ちょっと多分大阪ツアーで話したんだよね。あ、そうだね。その話なんか鶏肉とキャベツとご飯みたいな、うん、本当にしかもでしょ、ご飯これでしょ、ご飯こんなんだっていう、もう超ダイエット飯みたいなのを食べてたんだけど、それはでもさすがに大会前とかね。なるほどね、うん、ボディービルの、うん、とかの時だけらしくて、普段はもう最近はなんかもう鶏肉が嫌いになってきたから。あ、来たと思う。そうそう。牛肉を食ってたって、それもシンプルな味付けで。食べてみませんか。あ、いいです。というわけで材料は、はい、めっちゃ簡単。こちら牛の切り落としと、何してんじゃん。プロテインこぼさないで。何して、横でプロテインを飲みながら作るという。うわ、チンドランカだよ。プロテインの確かにダイエット食すごいね。じゃあ材料はとっても簡単、牛の切り落としとほうれん草のみで、しかも牛の切り落としも味付けが超シンプルで、うん、塩コショウと醤油のみで味付けて、その牛から出た油でこのほうれん草を炒めるんだって。で、あ、うまいじゃん。で、牛肉はこれ 200g ですね。200も食っていいの。そう、 200g 食ってるって人。うわー、いい匂い。ほんと簡単に、ほんとに簡単に、ね、贅沢料理やんな。なんなら贅沢料理、うん、これだけでいいよね。ね、で、このね、勢いで、で、もうその牛これこれこちらの洗ったほうれん草をそのまま炒めるよ。おお、あの、最初は茹でてたんだって、こうちゃんも、うん、でも茹でだとね、あまりにも味気がないと、なさすぎてこれに至ったらしい。おー、おい、わかりました。いや、結構だね、ほうれん草。こうちゃんのより多いかもしれない。あ、ほんと、見せたね。まあまあまあ、こうちゃんのより大きいかもしれないね。こうちゃん
いやお前ええって追加してくんねそれは。はい、というわけでじゃあこんな感じでご飯も盛り付けてね、ちょっと水洗いのでたまに生活感も出して、生活感も。はい、というわけで、こうちゃん弁当の完成です。素晴らしい。これを1日に3つぐらい食らしい。こうちゃんにいただきますって言って。こうちゃん食べるよ。いや、いただきますでええねん。いただきます。なんでそんな言い方する。うまっ、焼いた牛肉。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。牛肉や。うわぁ、かき込んでる。うめぇ。3000取らなあかんくて、これを3つ食ってことは1000ぐらいってことだ、これカロリー。あ、でも家でも食べてるって言ったらさらにめっちゃ食うやん。まあこれプラスのリンゴと、あとオートミールっていう、オートミール、うん、めっちゃうまいよ。ほんとただの焼肉だけどね。質素の味付けの質素、質素質素の味付けだ。駿河基礎代謝なんもない今。今やっと1700とか1600とか。すごいね、こうちゃん。そうすると、あ、うまっ、ね、3000、倍やろ。倍、あ、基礎代謝が3000か分かんないけどね。ああ、そうか、自分が普段動くのも含めて3000ぐらいで。3000は取っとかないとみたいなことでした。すごいよね、本当に、うん、うまくね、マジ、うん、美味しいけど、やっぱり味気ない。うん、ファストフードの下やからやっぱ。そう、確かに飯好きな時ってそうなるからな、マジ。飯好きな時、俺今飯好きな時そうでしょ。ああ、太ってきてるからね。太ってきてるから。うまい、うまいよね。こんな簡単にうまいもん作れるのかっていうぐらい簡単だったよね。あら、ラー油。あ、もうそれで出るじゃん。ラー油ちょっと入れてくれる。うわ、うわ、あ、うまそうだわ。デブになった。あ、デブや。じゃあ来週あたり多分いよいよ最後の測定なので、僕がそうだ頑張ってね。でもなんかあんま不安要素ないよね今って。だってもうすでに73はいってるからね。そうだね。いや、うまいわね。まあこういうね、むしろトレーニングをしてればこういうなんか食事でもこう質素なうまさがね分かるようになるんじゃないかとということでした。はい、はい、はい、トレーニングしようじゃあ。おまか、目が死んでたで。